はようございます。プロレス&モータージャーナリストの丸山博史です。そして今日もゲストは桜井美希です。おはようございます。はい、おはようございます。あれ、はい、テンションいいじゃないですか。はい、お母様たちのゲートボール場で本当にのどかな朝を迎えております。本当ですね。はい、ここはですね、土井温泉に来ておりますが、はい、今日はツーリング2日目、はい、どんなツーリングかちょっと紹介してもらえますか。今日は海辺に行く予定です。はい、裏テーマ、いや本テーマとしてはですね、うちのスタッフのですね、送別会ツーリングということで、はい、まず番組のフリップは初めてですが、初めてです。行ってもらいましょう。はい、モータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造する。おおこれ拍手、ちょっと拍手ちょっと機関社員でね、11ヶ月やってもらったんですが、はい、新しい仕事に入るということで、送別会ツーリングに我々は、はい、ミキさんと私は、ドカッティで一生懸命ツーリングにしに来るという形なんですが、じゃあ松本君は一緒にいてもらって、はい、すいません、ありがとうございます。今日のマシーンをちょっと紹介してもらえますか。はい、今日はスクランブラーのアイコン、はい、このイエローですね、はい、と62のこのオレンジ色のバイクと、皆さんの乗られてきたバイクが、そうですね、ホンダの CRF とホンダの CB1100、はい、そしてムルチストラ、はい、こっちもドカッティさんですね。はい、もうすでにですね、2日目のツーリングということなんですが、はい、だいぶ乗りましたね。そうですね、もうちょっと乗りたいですけどね、私は。そうなの、はい、今のところお気に入りは62が本当に、はい、やっぱりね、もう結構良さをなんかこう乗れば乗るほど実感してきました。本当ですね、はい、こうみんなでね乗って、みんなベテラン勢なんですけど、はい、やっぱちょっと62人気高いですね。そうですね、なんかちょっと宣伝してる人間としては嬉しいですよね、うん、なんか今回すげえのんびりツーリングなんでね、はい、ちょっとミキちゃんに合わせて、はい、なかなか進まない、あの牛歩ツーリング、そうですね、まあのんびりツーリングだからこその62人気かもしれないですけどね。そうですね、そうですね、はい、まあ超カット便だったらね、まあ、はい、こっちもねやっぱり出てくるんだろうか、チェンジチェンジってなるかもしれないですけど、あまりにもゆっくり行くんで、はい、みんな意外とこの62乗りやす、乗りたがるというですね、はい、形になってきておりますが、そうですね、とりあえず2日目の模様はですね、はい、まずは朝のこのシーンから行ってみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、5月の19日早朝にですね、はい、うちの社員松本を起こしに早朝バスカーに行きたいと思います。ということで、これから部屋に行って起こしてきます。喜んでいただけましたか。ありがとうございます。おはようございます。ニュートラルに入らないっていうから、この動きはこのショットだ。ほら、ドヤ顔やってみ、やってみ、
どうしたらいいの、ニュートラルに入れるには。動かす。ちょっとね。ハンクラッチとブレーキをガチャガチャしながら入れてみる。あとね、あとミキさんね、つま先がね、なんかね、乱暴。ガチャ。ガサツなんですね。ガチャ。もうちょっとね、ククッ。ククッ。ガチャンって言うから、ね、そう、ガサンもガサンもやるから通り越したの、ニュートラルは。セカンドぐらいに入っちゃうってことですね。そうそう、セカンドファースト、セカンドファースト確かに同じことで、もうちょっとつま先が女性らしくクキッてですって頑張ります。はい、はい。皆さんに問いましょう。カフェでお茶するか、もしくはわさび丼を食いに行くか、どっちですか。わさび丼。わさび丼。わさび丼。はい、わさび丼。はい。わさび丼。はい、ということじゃ。もう聞かないの。最後に絶対言われるからね。カフェって。カフェって言われて終わりね。じゃあカフェでやって。カフェ。え？する場所を選べばいいんですよ。これも自然自駅、自然自駅、そしておばちゃんに聞く。まさかその三宅喫茶じゃないだろうな、目の前の。はい、ということで、はい、自然自駅 に来て、はい、まあ、みんな何をしに行こうとしてるのも、とりあえずなんか休憩場所を探しにわさび丼を閉まってたんですよね、お店がね。本当ですね。なかなかやってないんで仕方がないから、駅そば、駅そば、レッツラゴー。まさにこれが探していたわさび丼まるでわさび丼、早く食べて。あ、抹茶ラテとかある。どうぞどうぞ。もう寝起きで無理やりじゃないですか。すげえみたいな。かつお節。ありがとうございます。かつお節。これ辛いんじゃない実は。ありがとうございます。辛いんじゃない。さあ行くよ。ここからの。熱いんだけど。マジ熱いのよ。ほんとよ。全然そんなことない。うそ、ほんとに熱っ。うわ、どうぞ。きたー、わさび丼。うん、うん、うまい。おいしい。
ちょっとね。わさび丼来たえ出たそれ嘘だそうでしょあれ見じゃねえか前昨日の魚いっぱい食べましたもんちょっとちょっと肉に変更みんなでカルビ食っちゃおうぜいやひどい美味しそう確かにうまそうじゃねえかお前美味しそうUターンはですね、本当にツーリングの中で、はい、みんなやっぱ道間違えてああやって U ターンってすごい多いのね、はいはい、だけど列が長いから、うん、U ターンしたい人が先頭にいたら、はい、U ターンしたい人は自分がしたい位置っていうのを見つけてすると、はい、そっから離れた後ろの方っていうのは U ターンしにくいところだ、はいはい、だってそれ U ターンしにくいとこ過ぎて U ターンしやすいとこ見つけて U ターンするでしょ前の人が、はいそうするとね、後ろの方にいる女の子のところは実はすっごい U ターンしにくいところっていうのがよく起きるんだよね、はいはいはい、だからあのままみんなで U ターンをすると、はい、だいたい後ろの方で女の子は転ぶ、うん、これもね、いつもやる後ろの女の子の場所が一番曲がりにくいところに来てそこで曲がろうとするのを俺が見てて、はい、ああそこまそこで U ターンしちゃダメって言ってもこっちもオートバイ乗ってるじゃん、はいはい、で無線機があるわけじゃないから、はい、こっちが指をくわえてああそこで U ターンしちゃダメって言ってるうちに転ぶあもうね場所が悪い U ターンをするだからツーリングのねやっぱり仕切ってる前の方の人が、はい、そういうことも気遣って何度も道間違えてるのに慌てずに、はい、ちゃんと U ターンする場所を選べばいいんだけど逆に今度はほら周りの人から何やってんだよって思われてるから、まあそうですよね、前の人も前の人で焦りがあるのあ、うん、そうそうなのよだからね逆に何やってんだよって思わないかわいそうだから全然思わない俺もこうやってね松本くんとかね中町くんに言ってねかわいそうだなって思いながら楽しんでるとりあえず慌てないでねみたいな皆さんお疲れさんでしたお疲れさまでした、今回はですね、ミキさんに本当のツーリングを、うん、いつも撮影ロケでね、うん行ってるのはツーリングじゃないんですあれは、うん、あれはね撮影でございます、はい、ロケでございます、はい、本当にツーリングっていうのはもっと辛いもっと辛いですよね雨降ったら辛いですねすごい雨降ってすごい目に遭ったことあるよね、はい、中町くんも相当長いけど今日のツーリングでもさなんか普通にツーリングしたけど結構楽だったよね今回ね楽ですね楽だよね本当だと下田までって感じですよね本当は下田まで、はい、どういう目に遭ったりするそれでまあ間に合わない、まあ、大体時間には全部間に合わなくて泊まるところも全部適当になってきて飯の時間に間に合わなくて、まあ、全部間に合わない宿では怒られ予定は全て狂って予定は全て狂って松本くんにこそ本当はもうちょっとツーリングらしいツーリングというかね結構辛かったですあれ辛かった何が辛かった先頭立ったのが辛かったでしょいやそれは辛くないですね、ね、お尻が痛いですお尻が痛い お尻が痛いはもうしょうがないねでもねバイクはね、でもなんかこうツーリングの醍醐味というかね俺らとかねこの辺なんか本当はねもっとねかなりハードな目にあってハードなハードな中のたまに垣間見えるうわ気持ちいいが100枚ぐらいになるみたいなねそれが忘れらんなくてまた行くっていうねうーん形になるんで今回ね本当はミキさんにもうちょっとねハードなツーリングをね経験させて、はい、もっとバイク乗り人として深みにはめるつもりだったね本当やめらんなくなるっていうとこあるんだよねあまりにも辛くてなんか言い方おかしいんだけどあまりにも辛くて、そうなのよそういうもんなのよいや俺はねここ何回かの取材を見てて、はい、多分ミキさんはそっちの類だろうっていう風に見抜いてるんですよ楽しくて私もう楽しくて十分満足なんですよ違う本当は意外と辛い目にあった方が、はい、意外と辛い目にあった方が、はい、本当にハマる方
かなと思って、もうちょっとハードで辛いツーリングと思って、こういうベテラン勢をね、ベテラン勢を呼んでおいて先頭に素人立たせるっていうですね史上最悪のツーリングを史上最悪のツーリングを見せようかと思ったら、まあ意外と皆さん大人なんで気は使うしね、行き当たりばったりでも道を間違えてもみんなねあんまりブーブーも言わないし、まあ松本君もねみんなにプレッシャーをかけながらもあんまりこうそれをね感じさせずに、でも最後の最後はね修善寺であんなに道間違えて U ターン地獄して、俺はそろそろやるなっていうところで、あもうこれダメだ、ちょっと他のとこ行って U ターンしようとかねっていう風にするんだけど、やっぱりねちょっと走りながらも言ったけど、ツーリングは慌てない、あとはイラつかない、なんかそんなことこう分かった？うん、ね、全然一回もイラつかなかったですよ。本当に？松本くんが先頭でウインカーつけないで交差点でじろうとうろうろしてると、あーちょっとどっちって言ってました。怖いんですよ、だから遅いとどっち行っていいか分かんなくて、私あの準備があるから、うん、どっちに行くんですかっていうのはありましたけど、それが俺のイライラではないじゃないですか、俺の中でちょっどっち行くの松本はっきりしろよみたいな。いやいやいや全然違う。いやどっちかというと恐怖の方が大きいからイライラはしないです、うん、ね、周りの人に気を使いながら行けば意外と安全にツーリングができるんだけど、うん、どっかで慌てたり、うん、イラついたり、うん、焦ったりすると立ちこけ、クラッチレバー降りました、うん、1台走りません、ガス欠とかね、はいはいはい、ガス欠だって今回起きてないもんね、うん、普通起きるんだよガス欠って、誰かがいやいろいろあるのよ、ツーリこんなに平和にツーリング終わることないもんね。まあまあいい方ですよね、これはかなりいい方ですよね。俺はもっとかなりなんか起きるかなと思ったんだけど、あなんだ起きなかったよ、さすがみんな皆さんベテランだなっていうふうに思ったツーリングなんだけどね、ぜひあのミキさんはね、まあ今回俺じゃない時に相当なハードな目にあって、うん、なんだよこのツーリングって思った時にもう一度イラつかない、うん、人に対する優しい気持ち、あ先頭に立ってくれて道に迷いながらみんなにプレッシャーを受けてるあの人ありがとうの気持ち、うん、これを忘れずに言っていただければ、はい、今後もバイクのツーリングはね楽しくいけるんじゃないかなと思います。はい、もう私は今回のツーリングで一番学んだことは、一緒に行く人のメンバーが大事だってことをすごい学習しました。やっぱ今日はすごい皆さんねこう優しかったし大人だし、なんかこうねこうみんな見てくれてやってくれて安全にこう楽しく行けたけど、お話の内容によるとやっぱ行くメンバーによっては大変だっていうね、なんで学習しました。一番そこきっと大事なんだなって。そうですね、で逆に自分が乗れるようになったら、うん、そのアテンドしてあげる、こうちゃんとこう見てあげてとかできるようになりたいなっていう、素晴らしいね、ちょっとこう夢ができます。はい、はい、ぜひですね本当に女の子をいっぱい引き連れてね、うん、行きたいですね、先頭にちゃんと見てあげれるように立ってね、後ろも見ながらみんな転ばないように、はい、うん、走る時には呼んで、えダメですよ、除湿だもん除湿除湿だからダメですよ、はい、はい、ということで、2日間のドカティスクランブラー、はい、アイコント62、その他、本田さんも交えて社員ツーリングを交えて、うん、ミキさんに、本当のツーリングをね少し体感していただきました。ということでまた皆さんお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。